皆さんお元気ですか。牧師 YouTuber の菅野直樹です。出前牧師菅チャンネルにようこそお越しくださいました。どうぞお入りになってください。最後までご視聴お願いいたします。グッドボタンやまたチャンネル登録押すことも忘れないでくださいね。本日6月23日金曜日、受けて与える人生を生きようという題でお話をしたいと思います。中東のイスラエルに行きますと、聖書の舞台になった場所があります。2つの、代表的な湖がありますが、ガリラヤ湖と死海です。この2つの湖は同じ水源なのに全く環境が違います。ガリラヤ湖は多くの魚が生息して自然豊かです。ところが100キロぐらい降りてきたその視界へ行くと、なんと魚一匹泳いでいない。釣ってみたらね、塩鮭が釣れたなんてね、そんなの多分冗談でしょうけれど、命のない視界、命豊かなガリラヤ湖、何が違うんでしょうね。このガリラヤ湖はヘルモン山から流れてくるその水を受けて、受けたものを与えます。しかし視界の方はどうでしょうか。受けるだけです。その結果ね、地形的にねしょうがないんですよね。海抜マイナス418メートル、もうそれより低い場所がない。おへそのような場所ですからね、汲み出さなければね。で、結果的にどうなるか。受けて与えるガリラヤ湖は水が循環してるからし、とても豊かな自然でも、与えるだけの、受けるだけの視界はもう塩の海になってしまう。塩分 30% 浮いてしまうんですよ。立てないぐらいですね。この2つの湖は神様が実物教育、視聴覚教材として見せてくださっていると思えるほど分かりやすいです。つまりですね、受けて与える人、その人は豊かになります。で、受けるだけの視界のような人は死んでしまう、喜びがなくなってしまう。いや、不思議ですね。もう全然与えないで受けるだけ。一人の人は生活保護を受けてね、国からお金もらってるんですよね、お仕事しないで。でも聞いてみるとね、不満ばっかり、少ねえだのかね、もうなんだかんだね。一方ね、よく人を助ける、その人の知人はね、感謝で笑顔にあふれている。いや、不思議なもんですね。受けてばっかりいるからね、感謝できるかと思ったらそうでもない。イエス様の言葉として、使徒の働き20-35にこんな言葉が残っています。主イエスご自身が、受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出しなさい。皆さん、受けることは幸せですよね。でも与えることはもっと幸せだってイエス様は教えられた。まず第一に、その心は豊かだ。二つ目、与えた相手の笑顔が見れるから幸せになる。与えた相手が三番目から帰ってくるからさらに嬉しい。4番目、受けた人は恩返ししたくなる。また受けた人は与えた人に好意を抱き、与える人は成功のチャンスが増える。そのね、与えない、受けるだけはもうその真逆ですね。言わなくてもいいですけどね。皆さん、イエス様は私たちに与え尽くしてくださった。私たちも第一歩踏み出して与えられる人になれたらいいですね、というお話で終わったとしたら、それは単なる道徳ですよね。それで聖書は終わんないんですよね。視界は受けて受けて受けて受けるだけ。でもそんな受けるだけの視界は今宝の海となってます。つまりね、視界は観光地であり、観光
収入資源の一つであり、またね、視界でしか取れないようなね、貴重な塩とかね、貴重な鉱物がね、いくつも取れるんですね。つまり神様は受けて受けて受けるだけの人でも、それでも祝福されるよって言ってくれてるようです。でもイエス様はやっぱり与えることが幸いだと言われたから、それを覚えたいと思うんですけれど、皆さん聖書は受けるだけの人でもいいよ、受けるだけで救われるよ、皆さんそのことをね、私たちは思い、人を裁かないようにしましょう。そしてできたら与える人になっていきたいものです。命をかけて愛を示されたイエス様に出会い、全てが変わった。私はあなたに何を思って感謝を表せばいいのだろう。真昼のように輝きながら、あなたの愛を伝えたい。イエス様のように輝き続ける世の光にしてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。素敵な一日でありますようにお祈りしています。また次の動画でお会いいたしましょう。その時までごきげんよう。さようなら。